そこはね、X はでかかったでしょうね。明らかにイーロン・マスク買って変わりましたよね。そこも選挙にかなり影響しそうな気がぼかしてるんですよ。どんなメッセージを出していいかを全部こう測っている、うん、そしてこうやったらより極右団体が動く、うん、ちょっと左翼の人たちが反発するとか、はい、フォーカスグループでやったり、はい、調査をしたり、あるいはインターネットの実験とかやって、はい、かなり科学的になってる、右派が出てきたとんでもないじゃなくて、実は科学的に出てきていると、うん、でそれをね SNS を使ってやってるから、で今もう AI 出てきてるんでいくらでもできちゃうんですよ。もともとはプラウドボーイズって、そもそもこれって何かっていうと、ミュージカルのアラジンの中の歌から取ったらしいんだけど、で要するに作ろうとしたのは右翼の団体じゃなくて、右翼の団体を応援しようと思っているのはメディアがあって、そこから取って、要するにお金を出すとこがあって、はい、どんどん大きくなる。これは基本的にあの2つのレベルで申し上げます。一つは2020年の時に、あれは今の X、Twitter、Facebook が自主規制をしていた、はい、自主規制をしたけど、規制をしたのはトランプさん側の方に規制をしたんだ、うん、要するに民主党寄りだからっていう話はずっとしてたんですね、はいはい、だから何があったかというと、うん、今年生成 AI 元年ですけど、うん、生成 AI に対しても、はい、いろんなものに対してもバイデン政権、民主党だから、はい、バイデン政権の下の、連邦選挙委員会とか、はい、規制をするなって共和党の州知事が訴えてたんですね、はいはい、それは否定されたんだけど、うん、一つは一般の人はもうどん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 やっている中で、うん、そこにロシアが入ってる、あるいは中国が入ってる、まあ、イランが入ってる。そこはね、うん、X はでかかったでしょうね。明らかにイーロン・マスク買って変わりましたよね。そこも選挙にかなり影響しそうな気が僕はしてるんですよ、うん、まあ、トランプさんそれが嫌だったから自前でトゥルースソーシャルっていう、うん、トランプメディアグループか、はい、トランプメディアテクノロジーか。でもそれって要はツイッターから締め出されたんで作ったわけじゃない。締め出されたから、はい、自分で作ったんだけど、はい、ツイッターが OK になったんでまた戻ってきてますね。そうそうそう。でそうすると自分の会社どうするかって問題があって、まあ、株価が結構そこの部分に関してはトランプ有利ですよね。だって結構みんなバカにしてんだけど、僕は結構選挙の行方を左右する大きなメディアだと思ってまして、ツイッターってみんながいるんですよ。短文 SNS だから、うん、文字の読み書きがギリギリみたいな人もいるんですよ、うん、でそういう人たち騙しやすいじゃないですか、うん、境界知能の人たちとかって、はい、もう騙しやすいけど、はい、X にはいるわけですよね。いっぱいいますね。簡単に信じてそれを書きまくるじゃないですか。だから右派も左派もいっぱいいるわけですよ。トランプ支持もハリス支持もそういう人たちがうわーって書くんで、要はサイレントマジョリティは何もしないわけですよ。黙って見てるっていう状況なので、これは結構トランプにとってはプラスなんだろうなと思いました、ね、一方でソーシャルメディアっておすすめが出てきますね。左派の人は左派の情報ばっかり見るわけですね、うん、さっきの話だったら蓮舫さん絶対勝つとみんな思ってたわけですよね。それがやっぱアメリカでもあるので、でも私あのどっちも見ちゃうので、うん、なんかもうわけわかんない。僕もね両方見ちゃうんですよ。両方すごいなと思って、左寄りの人たちは自民党がとか安倍がとか大変ですよ。一番ターゲットになったら進次郎ですね。すごい罵詈雑言が飛んでます。面白いぐらいみんなね、やっぱタコツボ化しちゃって、だから青木治さんか、自民党支持者は劣等民族だみたいな話をして大炎上してましたけど、あの人たちの世界の中では万世ですからね、あれが。だからそれしか見ないから、お万世なんだってみんな思ってるんだけど、外の世界の人から見ると、え、なんてこと言ってんのみたいな。さすがに思想的に違うかもしれないけど、劣等民族って言っちゃいけないんじゃないのみたいな。